10-37は第二次世界大戦中に開発されたソビエト連邦発の本格的な自走式対空砲である。SU-76M 自走砲の車体に73.8口径 AM1939-37mm 機関砲1門を搭載した。ソ連赤軍はドイツ空軍の対地攻撃に対抗するため自走式対空砲を開発することになった。 1942年11月に T-70、軽戦車の車体に、DSHKT12.7mm、連装機関銃を搭載した車両が試作された。次に T-70 軽戦車の派生型の SU-76M 自走砲に、M1939-37mm 機関砲一門を搭載した車両が試作され、 10-37として正式化された。1944年から1946年まで生産され、1950年代まで使用された。SU-76M 自走砲の戦闘室部分に上面が開放された。前周旋解砲等を設置して、M1939-37mm 機関砲1門を搭載した。砲の不行角は -5 度、 プラス85度で、旋回装置は、電動式となっていた。M1939-37mm 機関砲は、ボフォース車の60口径 40mm 機関砲を、参考に開発され、最大車高 6700m、有効車高は 2500m、初速は 890m 毎秒をマイナス 920m 毎秒、発射速度は80発、分であった。 砲弾は320発搭載した。ありがとうございます。